はい、皆さんこんにちは。今日はこの日本スーパーフェザー級タイトルマッチをお送りいたします。もうこれ大盛り上がりの、日本タイトルマッチでしたね、で2人とももう有名な選手なんで分かると思うんですけれども、2人とも後の世界王者ですね、日本チャンピオンの方がゴールドのトランクスの小堀雄介選手で、黒いトランクスの方が、三浦隆選手ですね、まあ、三浦選手有名ですよね。小堀選手もまあ有名なんですけど、2人とも世界チャンピオンです。小堀選手はライト級の世界チャンピオンになって、三浦選手がジュニアフェザー、スーパーフェザー級ですか、内山選手にも挑戦しましたよね。非常にハードパンチャーでスリリングな戦い方する選手ですよね、三浦選手は。でこれ見ても分かるんですけど、左ストレート1本と言っていいんじゃないですか、三浦選手、非常にこの左ストレートがまっすぐ伸びてきて強いですね、でここまでの戦績が、三浦選手がですね、12勝 10KO1 分けで日本タイトル挑んでるんですね。でこの左ストレートの打ち方見てるとですね、昔ですね、佐藤仁徳選手ですね、佐藤仁徳選手と吉野博之選手、仁徳選手が上り調子で 全勝全KO で挑んできたんですね。あの人も東北だったんで、で左、サウスポーだったんで、非常に似てるかな、勢いが似てるかなと思うんですね。左も似たような打ち方、ただこう小堀選手すごいですね。そのこの試合見てるとですね、チャンスに一気にこうストレートフックストレートフックで畳みかけてくるんですね。これがすごいチャンピオンの魅力的なところっていうか、非凡なところだなと思うんですね。もうどんなにもうパンチ食らおうと何しようとですね、相打ち覚悟で、まあ、ワンツーというか、右とフック右とフックっていう風に使っていきますね。で今ちょっとね、聞かされたんですね、チャンピオンがですね。で今三浦選手が攻勢に出てるところなんですけれども、ちょっとまあそうですね、打ち疲れちゃったところがあるんですかね、小堀選手ですね。でこのやっぱり三浦選手の左ストレートまっすぐ伸ばすのがいいですね。これなかなか見えないと思うんですね、オーソドックスからこの左ストレート。三浦選手この左ストレートでどんどん上に上がっていきますね。で小堀選手も、一気に畳みかける、右ストレートからの左フック、右ストレートからの左フック、非常に、ワイルドで荒々しいボクシングで、まあ花がある選手ですよね、2人とも、倒すんでね。でこれすごい試合ですよね、世界王者、後の世界王者同士の激突なんですね。でですね、実はですね、まあ、三浦選手は最近までやってたんでよく見てたんですけど、この小堀選手って私あまり知らないんですね。と言いますのも、このが行われた2007年って私もちょっと日本にいなかったもんで分かんなかったんですけど、ただですね、小堀選手って私の、一緒にプロテスト取った同期の、仲間がいるんですけど、彼が新人王トーナメントでこの小堀選手と当たってるんですよね。その時よく一緒にその彼とですね、小堀選手の可動日で練習してる映像を見ながら、どうやったらいいんだっていうことで結構対策練ったんですよね。その時に小堀選手のスパーリング見たことはあったんですけど、すごい強いなっていう印象その時からあったんですね。すごく強くて、ちょっと うちのジムの選手、僕私の同期勝てるかなっていうのをちょっと心配してね、2人で対策、いいパンチ当てましたね。すごいこの小堀選手で畳みかけがすごいですよね。ただこのね、こういう左ストレート多分あんまり見えないと思うんですよね、このまっすぐ飛ばされるんでね、この三浦選手の、これで三浦選手はもう KO の山築くんですけどね。で結局ですね、幸いなことにも小堀選手練習嫌いっていう風に聞いてたんで、あんまり練習もしてなかったのかもしれないですけど、私の同期勝ったんですよね。でそれ見て、その時に小堀選手って覚えてたんですけど、後に世界チャンピオンになると思わなかったですね。
でこの試合もまさかその小栗選手三浦選手とやってるって思わなくて、わすごいいい試合だなって思ったんですよね。でこれお見せしてるんですけど、そうですね、三浦選手の左ストレートに対して、この小栗選手がチャンスになると左フックから右ストレート、これですね、この攻撃がすごいですよね。あ、こういう選手いるんだなって、面白いなって思いましたね。はい、で三浦選手の方がですね、この方はアマチュアエリートなんですね。6回戦デビューしてるんですね。国体で優勝して6回戦デビューで、ただデビュー戦判定だったんですね。判定2個しかない。あっと、これすごいですね、小堀選手の止まらないですね。1回打ち出すとすごい面白い試合するなっていう風に思いましたね。でこの試合はまあ序盤三浦選手が取ってて、ただ3ラウンドに、まああれスリップにしてもよかったような、まあでもパンチ当たったんでダウン取られになっちゃったんですけど、小堀選手3ラウンドでダウン取りましたよね。そこからちょっと小堀選手のペースになってきたのかなって感じがしますね。ただ三浦選手は非常にパンチが強いんで、どこのラウンドからでも逆転っていけると思うんですよね。これ以降の、三浦選手の世界チャンピオンとかになってからの試合でもそうなんですけど、ダウン取られた後とかに盛り返すことができる、やっぱり試合面白くしてるっていうのはこの人のパンチ力があるんで、どんなに効かされても一発あるんで、そこからひっくり返すことができるんですね。今の8ラウンドなんか見ててももうペースは結構小堀選手に寄ってたと思うんですが、左ストレート一発当たるとちょっとわからないんですよね。こういうだからハードパンチャーの試合っていうのは非常に面白いですよね。ただハードパンチャーっていうのは、その先ほど私申しましたけれども、佐藤仁徳選手っていうすごいハードパンチャーいたんですけど、顎が弱いんですよね、ハードパンチャーって。ただこの三浦選手ってハードパンチャーでありながらそこそこ耐久性もあるような気がするんですよ。そこまでこう顎の弱い選手じゃない印象があるんですけどね。ここ攻めてますね、この小堀選手。小堀選手っていうのは一発いいのが当たるとそこからもうすごいラッシュスパートしてくるんですね。自分のスタミナが切れるのもお構いなく前に出ていくっていう感じですよね。それで世界タイトルですか、ホセアルファの戦でもそういう戦い方を見せてタイトル取ってるんですね。やっぱりこう、私なんかはもう自分のスタミナなくなるっていうのは怖くて、あんまりこう前に行くとこでも行けなかった、温存しなきゃいけなかったんですけど、こういうやっぱり上に行く方々は違いますね。ここだっていうところで行きますよね。この間の赤井秀和選手の試合もそうだったですけど、結構行くっていうところでやっぱり行ける人ってやっぱり花がありますよね。こういう戦い方見てると、この両者素晴らしいですよね。三浦選手なんていうのもすごいこのあと名チャンピオンになりますしね。で小堀選手も椎間板ヘルニアになっちゃったんですかね。タイトル取ってから非常にその防衛戦でもわーっといいのすごいですね、わーっとここで最後にダウン取れるっていうのがすごいかっこいいですね。本当に、いや、よくこの選手に、まあね、キャリアの序盤だったからと、あといいパンチ当たったからなんですけど、よく私の同僚というか同期も勝てたなっていう気がします。いや本当にこう、いや見てたかったですね、リアルタイムでね、この小堀選手はね。ちょっと私用事があって日本にいなかったんで、いや素晴らしい選手でした。